先発した駒大、辻元イコール神宮球場、撮影、加藤圭介、東都大学野球春季リーグ戦が9日、東京。神宮球場で開幕し、第2試合は一部に復帰した駒大が立正大を 8-3 で下し、先勝した。駒大は2回までに3点を先行し、1点を返された後の4回に3番、岡田幸太内野手、4年、の満塁本塁打などで、5点を加え、先発右腕、辻元中夢投手、4年、が3失点完投で、大倉孝一監督、55、に一部初勝利を送った。